スでやって、ストレッチやって、どのぐらい体が弱くなってるかっていうのを調べていきたいと思いまする。イエーイ。完全にやんなきゃいけないパス。
全員ストレッチしてどんだけ伸びたか。あ、そういう感じですか。スカイマスの元がさ21センチだからさ、これ以上いけるの。本当そうですね。これちょっとでもね、長座がすごく硬いんですよ。腰が硬いからね。よし、ゆっくりね、やっていきたいと思います。これね、いや、柔らかいな。何ももうなんか柔らかい。全部入っちゃいましょう。
大丈夫。はい。痛い。0.5cm。0.5cm 伸びました。あ、そういうことか。 0.5cm 伸びました。ふくらはぎが切れるかと思いました。私のふくらはぎが切れるかと思いました。はい、ってことで、はい、みんなあの測定&ストレッチが終わりました。はい、素晴らしい。ストレッチで何センチアップしたか、何センチアップしたか言っていこう。はい、でまずカンナマッスルが、はい、私は 0.5伸びました。はい、私は4センチ伸びました。エリマッスルは7センチ伸びました。すごいじゃん、7センチもすごいですね。スカイマッスルはですね、20から21の 1センチの、プログレスですね。はい、プラス28からプラス18なので10センチ。できる、何でも変わる。こんだけみんな成果が出ました、はいね、それが毎日届いたと思ったらどうしましょうね。本当にそれどんどんね、すごいね、そんな短時間で折りたたみ携帯になるよ。いいぞ、ガラケーになる。ガラケーになりますよ。ガラケーになる。難しいです、ガラケーになりたい。まあ、日々のストレッチ積み重ねが大事ということで、これからもやっていこうと思います。はい、それではこのチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンと高評価お願いします。お願いします。それではバイバイ。バイバイ。こんにちは、マッスル。私たち筋肉女子は一緒に働いてくれる仲間を募集してます。美しくなりたい方、筋肉をつけたい方、働きながら夢を叶えましょう。私たちはお酒を一切飲みません。その代わりプロテイン飲み放題、筋トレし放題、働きながらボディメイクができまする。少しでも気になった方、ホームページからご応募お願いします。